おい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 、やばいって事件です皆さん。やばい。今日ね、登場したこのイタリアエピックガチャピルロがやばいんですよ。はい、どうもメスです。木曜日ということでね、新しいガチャが来ました。冒頭でもお伝えした通り、事件です。ピルロがマジでやばい。詳しいね、なんか能力比較とかはね、比較が比較して、大雑把にちょっとね、育成、イーフとハブでちょっと見てみた感じ、ね、マジで強い。能力的には、前に来たね、超ぶっ壊れの AC ミランバージョンのピルロよりもね、上位互換だと思う。まあ、何が強いかっていうと、オフェ戦がやっぱり、バケモンみたいに高くなってる。で、プラス、キック力とかもね、めちゃくちゃ上がってますね。まあ、ただね、ちょっとデメリット。前回の AC ミラン、ピルロよりも、若干能力的に低いところが、決定力ぐらいかな。もう、あとはね、もう、ほぼ上位互換。で、あとあれか。スキルで、前回来たね、AC ミランの方は、ダブルタッチがあるっていう感じで。いや、ただね、それを抜きにすれば、もう、能力的にはもう、上位互換。圧倒的。いや、めっちゃ強いぞ、これ。で、裏総合値ね、今最近流行りの裏総合値ね、まあ、育成次第では、CMF で、まあ、DMF なんでね、表記上は、まあ、そんなに高くならないんですけど、裏総合値はなんと驚異の106ということで、もうぶっ壊れてます。マジで。これダブルタッチつける価値あるんじゃない？まあ、ちょっとね、大雑把な育成なんでね、また詳細はね、ウディさんとかね、比較したりね、やってくれると思うんですけど、やばいです。で、あとね、個人的に注目なのは、このカンナバーロ。これ見て、総合値98ということで、裏総合値関係なしの、以前挙げたね、これよ。最大チームパワースカット。うん。前回、これ以上高いチームパワーはねえとか言ってさ、めっちゃ言っといて、コメなんだよ。すいません。いろいろ教えていただいてありがとうございます。全然甘かった。全然甘かったです。今、現段階で出せるチームパワーが、3101なんですよね。俺が、何日か前に上げた最大チームパワーが、確か3990いくつか。ちょっと忘れちゃったけど。もう全然今の時点で3101なんですけど、ここにね、カンナバーロ入れば、もう驚異のスカットスタメン、オール101超え。いけます。いや、カンナバーロ行くよね、101。ちょっとまだね、チームスタイルレベル100でね、試してないので、わかりませんが、おそらく101行ってくれるのではないかと、はい、思っております。まあ、とりあえず、今日は、試合の方は行かないんですけれども、イタリアエピックと、こっちのエピックね、日本代表エピック、こっちもでも熱いよな。酒井宏樹もね、結構強そう。両サイドバックできるっていうのは結構いいし、まあ、能力もね、レベル上限高いんで、割とやれそう。で、あとは復刻はそうだな。俺、フォーデン持ってないから、フォーデン当てたいんだけど、待って待って、これや。あ、これはゲットしたな。これあげ、パート2の方はね、ライブレサラーとか持ってるんで、持ってない人が引くとしたらこっちのがいいんだろうけど、割とね、こっちの選手は概ね当ててるんよな。まあ、だから、こっちのフォーデン。まあ、ただね、フォーデン確か強いのあるんよな。なんかスキル追加がさ、結構なんか豪勢なスキル追加というかね、持ってるスキルが結構豪勢なフォーデンが確かまだいるんよな。周回 FP で。まあ、だからこれ多分もうちょい強いフォーデン来るんだけど、とりあえずね、このフォーデンもゲットしてないので、一旦このフォーデンゲットしようかな。はい。ということで、まずは、こっちかな。週刊ガチャから引いていきますか。フォーデン引いたら終わります。お願いします。何人いるんだ ?22人やべえな。ちょ、待って、早めに。マジで早めにお願いします。さあ、復刻、週刊 FP 行きます。頼む、フォーデン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 。さっさとフォーデン引いて、さっさとピルロゲットしたい。頼む。あー、はい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 。6回目。お願いします。マジで頼む。6回目。おー、来たー、ナイスー。はい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 。6回目でゲット。いや、いいね。さあ、じゃあ、竹房救いますか。おー、待って。え？こういうパフォーマンスついてんじゃん。え、これちょっとやってみたい。ちょ、これ動画の最後にやりますか。あれかな ?K のマークかな。え、何やってくれんだろう、ゴールパフォーマンス。これちょっとやってみたい。久々じゃない?これ左下にね。あのマークついてんの。もうなんか合ってないようなもんだったから。おー、ちょっとこれ楽しみできましたね。ちょっとコンピューター相手にやっていきますか。はい。まずはちょっとゲットしないと始まらない。沼るな。お願いします。50連目。50連、そろそろ来てください。マジで。オーケークボクボクあじゃあ、酒井、じゃあ、酒井
もう稲本さんはお腹いっぱいです。うん、坂、あ、坂井違う。坂井絶対違う。イングランドではない。あー、マジかよ、稲本さん。いやいやいや、このバージョンは初ですけれども、もうだいぶいろんなバージョン持ってる。あー、110連やっときた。うわ、久々に、割とね、最近ユピックガチャの相性良かったんだけどな。久々に100連超えた。うわー、2枚引きしてくれ、マジで。坂井博樹はゲットしておきたい。頼む。マジで2枚引き。頼むぞ。久保いいね。じゃあいいか、飛ばすか。いきます。ちょっとまあ、ゆっくりね、この映像見たいところでありますが、飛ばします。頼む、2枚。ぐわー。130連よ、もう。いや、いいのよ。130連。はー。沼ったー。はい、ということで次は、イタリア代表エピックですね。まあ3人ゲットしたいところだけど、トッティを使うのかかなり怪しいです。この2人は必ずゲットする。行きましょう。お願いします。まあ最後トッティ残ったらスルーかなー。はいはいはい、行きましょう。うわー、はー、やばい、今日やばいなー。いやー、嫌な予感するわ。やっと来た。ピルロ、ピルロ、おー、よし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 。あとカンナバロだけ。オッケー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 。もうちょっとトッティーや。ちょっと今日やばい気する。オッケー、ナイス。トッティーは、うん、いないよね。あー、やってるわ、ガチでやってる。じゃあ取るよ、もうトッティーまで。うん、いや、ちょっとやばい。ダブルで、今日のガチャだけで260連してるわ。あー、マジかよー。マジで回した。うわー、久々にダブルで沼ったなー。うわ、ほぼ底引き。きっつ。え、取っているんじゃない、ワンちゃん。おい、いるわ、いるわ、やっぱ。あー。噛んじゃったよ、もう。はい、ということで、久保のパフォーマンス見る前に、ピルロのね、まあ、あんまり興味ないかもしれないんですけど、裏総合値106のタレントポイント発表、イエーイ。ということで、お任せでやると、裏総合値104までしかね、これ104なんですよ。CMF に置くとね。104までしか行かないんですけれども、裏総合値106に乗せるには、こういう感じの育成します。シュート4振り、パス8振り、ドリブル8、クイックネス8、脚力8、エアバトル0、ディフェンスセンス8。ということでね、まあ、イーフトハブのね、こう、数字上、106って出てるんで、まあ、間違ってはないと思うんですけど、万が一間違ってたら、イーフトハブのせいなんで、はい。一応この振り方で、裏総合値 CMF で106いきます。強すぎー。俺とりあえずこれでいこうかな。さあ、じゃあラストね、久保の固有ゴールパフォーマンス見ましょうか。いきます。はい、コンピューター戦ですよ。オーケー、決めれー。あ、来たよ。さあ、久保ナイス。さあ、メモリアルいきます。 K の文字か。ああ、なんだこれ、メモリ、え、これ何、これ、これ、ええ、これ、これ固有、ん、これがこういう？